陳樹堂歌唱山未六寺は、群馬県沼田市上ほっち町にある、総当州の寺院である。沼田市北部にそびえる歌唱山の中原に鎮座する。寺号は、歌唱山流芸院、未六五国前寺だが、一般には単に、歌唱山と呼ばれることが多い。歌唱山参りでは、最初の年に、中峰堂から、天狗面を借りて帰り、次に、お参りする機会に借りた面と門前の店で、 新しい面を求めて添えて、寺に納め、また別の面を借りてくるという習わしになっている。848年に、桓武天皇の御子桂原新皇の発願により、天台宗比叡さんの縁人を招いて、天台宗の寺院として創建されたと伝えられている。1456年総統宗に改修し、徳川初代将軍の祈願書として御朱印も桃井し十万国の 格式を許された。弥勒寺は、天達三禅寺によって、改修解散されたが、禅寺の皇帝に、中鳳るという僧がいた。中鳳るは、山門の岩屋や、険しい岩山といった人力では、登れないところまで修行者を導くなどの人通力を持ち、その動眼は少しも変わらなかった。天達三禅寺が二世大森禅寺に、住職の座を譲るや、中鳳るは、 我か衝仏の化身にてみに根下加行は終わった。よって、今後は長くこの山に礼し、マッセの主上のバックよら苦戦と静願して、安産法より昇天し、その後に天狗の面が残ったという。ありがとうございます。